今日は社員の服の総額を確認してるんですけど、総額ワンピースいくらですか？3万ぐらい。ちょっといいのちょっと、ツボはいくらですか？3万ぐらい。勝さんとこのやつやれんか。10万ぐらい。はい、では皆さん乾杯。乾杯。ベストアワード、おいしい海岡です。新茶菓子です。もう1年間で学んだことがあります。お客さんの目線に立つっていうのが、ユーザー目線に立ってどれだけ考えれるかっていうところをほんまに学ばせてしまったことと、それを鍛えられた1年でした。本当にありがとうございました。はい、はい、また来年も1年面白いお仕事しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。カメラ持ってどうしました？この前、はい、メンバーの服の総額ちょっと聞いてみようという話あったじゃないですか。企画はね、上がってましたね。今日ちょうど総会だし、多分みんな結構綺麗に来てきたので、はい、今日ちょっといきなり撮ってみようかなと思うんですけど、あ、いいですね。どう思います？うん、行きましょう、早速。本当？はい。フランスいくらですか？あ、私これね、8000ぐらい。いや、絶対嘘だ、これは。いや、めっちゃ疑いますけど、これ普通に8000ですよ。ズボンはいくらですか？ズボンはユニクロとかなんで3000ぐらいですか？え、ちょっと待ってください、はい、おしゃれな靴は、靴はあれですよ、ちょっといいの買ってますよ、はい、おいくらですか？14万とかです。どこのものですか？これディオールです。調子を乗って、はい、これめっちゃおしゃれですね。これピアス安いですよ、3000円ぐらい。カチューシャ、これで1万円ですよ。カチューシャ1万。はい、総額いくらですかね？総額は16万ぐらいですか？なるほど、ありがとうございます。はい、他のメンバー聞いてもあるんですよね。ちょっと自信ないんですけど、やってみます。行きましょう、じゃあ早速行きます。はい。あ、ね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 、もう帰ります？いや、ちょっとコンビニに。あ、そっか、すいません。今日結構素敵じゃないですか。あ、ありがとうございます。だから聞くんですけど、ジャケットいくらですか？ジャケットいくら？ちょっと昔すぎて覚えてないんですけど、セオリーっていうところのスーツセットで購入しました。それでいくら？これ多分3万ぐらいやったと思います。この素敵なカバン、これはいくらですか？これは自分で買ったんで覚えてます。7万円で。いつ買ったんですか？ボーナスって時に買いました。初めてのボーナス。はい。なるほど、かっこいいな。靴はいくらですか？持てますね、今日。これ多分比7センチぐらいあるんで、うん、私今身長がトータルで8センチぐらいあることになってるんですけど。いいなー、私もそのぐらい持ってない。これでも昔すぎて忘れました、ね、なんとなくいくらぐらいか覚えてます？でも1万ぐらいだと思います。タートルネックは？タートルはユニクロで1万円ぐらいです。ユニクロで1万円高いな。カシミヤの気持ちいいやつ。じゃあ最後に、今耳につけてるイヤリング、プレゼントでいただいたもので、ちょっと値段が分かんないんですけど、お気に入りでよくつけてます。いい友達置いてるじゃないですか。早くコンビニ行ってらっしゃい。コンビニ行ってきます。ねえねえ、カーリー、カーリー、お疲れ様です。お疲れ様です。今服いくら？今の服ですか？うん、ワンピースいくらですか？ワンピースは3万ぐらい。そんなに迷うことは3万じゃないですか？3万ぐらい。いやいや、嘘、絶対嘘。じゃあそのブラウスはいくらですか？2万ぐらいです。いや、ほんと？はい。じゃあそのベストは？これが7000円ぐらいです。7000円、はい。この靴は？靴は安くて1万5000円ぐらい。このキラキラするこのイヤリング、はい、これ絶対高いでしょ？そんな高くないです。いくら？6万ぐらいです。総額でいいよっと、はい、ちょっと待って、13,200円。13万2,000円。ありがとう。ありがとうございます。ね、逃げないで。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は濃いですね。あ、ありがとうございます。今服の総額を確認してるんですけど、はい、ではシャツからいきましょう。おお、しかも小刻みに行くんですか？うん、シャツいくら？シャツは7000円ぐらいです。っていえば、その蝶のネクタイ、はい、これリボンタイは誕生日に後輩がくれたやつなんで、僕はお金払ってないです。だから金額も知らないです。ではそのジャケットはいくらですか？でも古着で買ったんで3万円しないぐらいだと思います。ズボンはいくらですか？ズボンは多分1万円ぐらいだと思います。じゃあ靴は？靴も1万円ぐらいじゃないですか。総額はそんな高くないと思います。ちなみに今日結構おしゃれですよね。普段と違いますよね。普段と違うとか言ってください。
なんで飾ってるんですか？今日総会の日なんですけど、綺麗な格好をするというオーダーがあったので、結婚式の二次会風にコーディネートしてみました。トモロゲートに入って今2ヶ月。はい、2ヶ月ぐらいです。どうでしたか？いやでも刺激だらけでしたね。特に今日の総会で言うと、今年一番誰がかっこよかったかみたいなアワードとかがあったんですけど、本気で仕事に向き合ってる人たちってこんなにかっこいいんだなっていうのを改めて感じた2ヶ月でした。今年お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れっす。はい、中のシャツいくらですか？1500円です。本当ですか？ユニクロです。ではこのジャケットは？ジャケットでもシップスで2万円ぐらいしましたね。ではこのズボンは？あ、すいません、セットアップで2万5000円ぐらいです。では靴はいくらですか？靴はリーガルで2万円ぐらいですね。靴田さんも結構綺麗に来たんですね。なんでですか？今日はやっぱり1年の締めくくりということで、会社の総会があるので、総会はドレスコードというトゥモローゲートのルールがありますので、皆さん綺麗めな形で。ソフィーさんもそれこそめっちゃ綺麗な。私はもともと綺麗です。あ、そう、ごもっともです。ありがとうございます。では来年も YouTube の出演よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。イエーイ。質問です。今切ってる服の総額お願いします。ズボンいくらですか？1万2000円ぐらい。1万2000円。そのベストは？2万ぐらい。中の？中でも8000円ぐらい。8000円。じゃあ私の目を引っ張ったのはこの靴。この靴はおいくらですか？5万ぐらい。ありがとうございます。いや僕言ってもいつも私服と一緒なんで。トップはいくらですか？1万円ぐらい。このジャケットは？25。ではこのズボンは？2。 2？ これは3。編集してください。編集してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。純平さん、お疲れ様です。なんやねん。来たー。来たな。今のシャツいくらですか？今のシャツ、ちょっと待って、2万5000ぐらいちゃう。ではこの蝶ネタはいくらですか？セールで3000円。あの、ほんまやって。すいません、あの、嘘は許しません。嘘ついてないです。サスペンダーはいくらですか？高いですよ。これはどこに金が？バイキン。バイキンちゃうし。これ8000円ぐらいちゃう？ツボはいくらですか？3万ぐらい。嘘でしょ。なんぼやと思って。逆にソフィ、俺ちょっとちゃんと言ったよな今な。いや、10万以上は行くんですよ。いかへんって。ズボン1本で10万はいかへん。靴は？靴2万5000ぐらいじゃん。ありがとうございます。雑ッツー。西崎さん、お疲れ様です。元気ですか？元気よ。テンション高いね。今ちょっとお酒飲んでます。知ってるよ。今日は社員のこの総額を確認してるんですけど、総額、最終的に西崎さんに指名しようかなと思いまして、ね、シャツいくらですか？これシャツは2万円ぐらいじゃない？このチャンネルは嘘はダメですよ。4万円ぐらい。なんでさっき4万で言ったんですか？すいません、気遣いました。はい、じゃあそのベストはいくらですか？あ、これね、勝さんのとこのやつやねんか。3ピース60万ぐらい。ピースってさ、おしゃれだなと思いました。いや、ありがとうございます。で、靴はいくらですか？靴は5万円ぐらいかな。もっといけるんでしょ？いやいや、ほんまほんま、これはそう。まあ、もっといける。5万円です。いけるいける。いけないよ。最後に、はい、OK ないですか？時計？ナイスナイス。いやいや、でもその時計はないわ。マジ？